おやここは、ここがサバイバルな世界。荒れ果てた大地でアイテムを漁りながら頑張って生き抜く必要のある過酷な世界や。よし帰ろう、すぐ帰ろう。たくさんお金稼げるで。どんな世界でも生き残ってみせるよ、お金ちゃん。なんて現金なやつなんや。それではやってこう。まずは初期装備やな。命を預ける大事な装備、じっくりことこと選んだ方がええ。これでいいか。なんて適当。絶対一番上にあったからやろ。あかねちゃん、私は世界観を大切にする人間。この世界の実情を教えてくれ。あれ、うちの知ってるボスちゃんやないぞ。ここは安全なところで核爆発が起きたからお仕事があるよ。 100% 理解した。嘘つけ。何にせよ、探索してアイテムを持ち帰ったり、ミッションもこなせばいいのだろう。ミッション中に敵がたくさんいたりするけどな。とりあえず習うより慣れろだ。早速探索に赴こう。大丈夫なんか？どうやら脱出地点が2つ設けられているみたいだから、可能な限り金目のものを集めたらそそくさと脱出する。せやな、まずは生き残るのを第一にするのがええやろな。よし、いい鉄砲だ。むやみに音を鳴らすんやない。問題ないよ。どんな敵が来ようと我が銃口の前にひれ伏すのも。む、あ、この音は放射線やな。被爆を防ぐ防具のないうちは近寄らん方がええで。なんと面妖な。世界観で説明しましたけどね。おわ、なんたる機械な。江戸時代かな。ちなみにそれは炎のトラップでガンガン体力減ってくで。おっと、体力が減ったってことは回復できるってことだね。ポジティブ。まあ良い、先を進むぞ。アカンオオカミや。く、これが噂に聞くアカンオオカミか。違う、ちっぽくないけど違うのよ。く、最初はびっくらしたけど、文明を手にした人間にかなうはずがなかろうて。おお、初めての撃破や。むむ、あ、これで狼を漁れるようになったってことやな。ではオープン。狼からは狼の皮とお肉か。とりあえずもらっておこう。他の狼からももらっておく。きっと売り払えばいいお金になるだろう。こういうので稼ぐのもありやな。でもせっかくなら金銀財宝が見つかればいいのに。見つかったのはイノシシでした。せっかくだから今回は動物ハント、皮を剥ぎ取って冒険者レベルを上げよう。どこのなろう。うわ、また狼おったぞ。あぶねえとこやった。あかん、音でイノシシが。8割分かってた。死んじゃったら10割負けないよ。シュピ。どうやらやり直しはここからで、アイテムとかは出発前の状態、つまり記憶だけ引き継ぐタイプの転生のようだ。これはもっかい探索やな。今回の出口はここだね。結構遠いわ。大丈夫アカネちゃん、私には前世の知識が宿ってる。やっぱ宿ってなかった。クールや。おっと、リロードできてなかったぞ。しっかりしてくれアカネちゃん。あ、危なかった。グールからは生肉が取れるみたい。びっくりする割に取れるもんは微妙やな。でもリロードさえできていれば戦えることが分かった。ここからは安心してほしい。進行方向逆ですけどね。じゃあこの線路沿いに進めばゴールまで行けるかな。うわ、敵兵発見や。おちおちおちち、落ち着いて。もしかして中立の人かもしれない。あー、確か派閥に分かれてたもんな。中立の派閥もあったんや。喋ったぞ敵だ、撃て撃て。敵認定早すぎん。ぐはは、無傷で倒せたぞ。いや、確か緑の敵もおったぞ。音でその他の敵も来てるかもしれへんし、周囲のクリアリングはした方がええで。おっと、こんにちは敵や。任せて、私にとってはカカシ同然。むしろカカシ。カカシに撃たれてますよ。一旦回復。これで2人やっつけたから漁ってもいいかな。でも下から攻撃された気がしたんよな。緑のやつは今のやつなんかな。私の嗅覚に敵反応はない。つまり安全。おいおい撃たれてる。何この世界、クリアリングがざるすぎるんよ。生まれ変わった。ほんまめげへんな。今回の脱出地点は左右か。そしたら、あえて距離のある右側を目指そう。歩きつつ探索するって感じやな。その通り。こういうウサギ一匹見逃さず、アイテムを回収していこう。そして今回は、より脱出に重きをなす。たとえ荷物がパンパンにならなくても、初めての脱出成功を目指そう。こうやってウサギだけ出てきてくれれば余裕そうではあるな。おや？あ、これは隠しアイテムや。
おお、すごいたくさん入ってる。まだ何が必要かわからん状態やから、とりあえずで持てるだけ持って帰った方がええで。重量は気にかけないとあかんけどな。なるほど。へへへ、いい感じである。このまま帰ったっていいくらい。じゃあ最初やし、もう帰ろうか。あれ、今何かあった。お、兵士の亡骸や。すごい、いろんなアイテムをゲットや。おお、老雪に得られたアイテムの、なんと美味しいことよ。すべていただこう。はい、重量オーバーです。むぅ。クソ1ミリも動けない。これは取捨選択せんとあかんな。ああ、私のアイテム、私のアイテムが。よし、これでオッケーやな。あ、またあった。いやいやいや、もうパンパンやから持って帰れへんで。見るだけ、見るだけだから。あ、これ持って帰ろう。あとこれも。全然持って帰ってる。さすがに重たくなってしまうた。これ、襲われたらひとたまりもないな。でも幸いなことに脱出地点は近いからね。このまま北上して、すぐに脱出しよう。あ、イノシシや。なんてこった。確かに、重い荷物背負った状態で危ないな。もっともっと持って帰りたくなっちゃうじゃないか。あ、そっち？仕方かない。今回は諦めて脱出を目指そう。もっと大きいバッグを早く確保しないと。大きいバッグは欲しいな。あとは、何が必要で何が不要かも、選択できるようにならんとやな。それでは帰還。おお、3000円も稼いだぞ。えへ、えへへ。今回ので、どんな感じかは把握した。なので今は、まだ売り払わず、とりあえずボックスに入れておこう。売るならこっちのバーテンダーさんやけど。まあまずは様子見ってところか。あ、バッグ売ってるで。今は9キロしか入らないバッグだから欲しい。あ、すごい、こっちは移動スピードも上がるって。購入。判断が早いんやって。無一文になってしまったけど、これで探索がはかどるはず。さあ、ザックザックと稼ぐぞ。ほんまはミッションとかもやった方がええんやけどな。でもお宝いさりが楽しすぎるの。確かに、ルート探索系は楽しいな。エイムの少しだけ苦手な私でも、これなら抜群のエイム力。なんだここは天国じゃないか。むしろ地獄ですけどね、常人には。よし、この調子で撃っては集めてを少し繰り返してみよう。シュピ。ふふふ。センスが爆発したのか、とっても順調な探索と、とっても順調な探索となった。今やられてませんでした？どうやら敵さんは、きちんと音がしたところに向かう習性があるみたいだから、その習性をうまく利用すれば、割と勝てるようになった。おお、ボスちゃんやのにすごい。そして、ミッチョンに会った狼の討伐も遂行。読めないクエスト完了。なんかこの世界に適応するの早すぎへん？まだ何を持って帰ったらいいかわからないから、目につくものすべてを持って帰っているけどね。お、お金も3万円まで貯まってる。それは、こうやってゴールの近くにアイテムを放り投げて、再度回収し、パンパンになるまで収めれば、荷物の限界を超えて、持って帰れることに気づいたからね。おい、ずるいぞ、それは。あははは、他人から奪って、私腹を肥やすことが正当化された世界。なんと最高な世界なのだ。悪魔や、ただの悪魔や。忘れていた、ミッションの報告も完了。お、でもまた、新しいミッションが出たね。よく帰ってきたな、貴重品を持ってこい。高級なトイレットペーパーだぜ。ふざけ倒してるぞ、おい。でも見て、報酬は強いと噂されるスナイパーライフル。トイレットペーパーの代わりに、鉄砲がもらえるなら美味しくない。命がチップなんですけどね、それ。じゃあトイレットペーパーは次回として、その前に倉庫を拡張しよう。拡張？必要アイテムでモジュールを作れば、倉庫を拡張できるようになる。お、これか。ちゃんと集まってるみたいやな。オッケー。おお、これで3つまで使えるようになったんか。すんばらしい。他にも枕があれば、これも作れるみたいだから。ちょっくら枕を探しに出かけよう。あ、これ、絶対トイレットペーパー忘れてるやつや。よし、今回は南側。頑張って枕を探しつつ進もう。あ、なんかあったで。これはさっきの炎みたいに危ないやつ。私のような高尚な人間は、迷わずスルーする。あれ、今高尚って聞こえたけどキーのせいかな？むむ、だいぶ進んだけど何もない。あ、なんか見えたで。もしかしたら敵がいるかもしれないから、気をつけて、てーてー。なんてのうきんな女なんや。まずい3人もいた。ちょっと多すぎるな。全部持って帰れるかな？ポジティブ。お、でも1人はやっつけられたみたいやで。さすが私。多分音におびき寄せられて、左側に行ってるはず。敵発見。やったか？プラグやめません？
殲滅完了。恐ろしいな、我が腕前。彼らは作家品は多いけど、枕は持ってないな。逆に枕を持ち歩いていたら疑うけどね。おいてもこいつパスタを持ち歩いてるぞ。外でも巻きたかったのであろう。でも残念ながらもうお荷物はパンパン。ここは脱出とする。あれ、なんかたくさんイノシシがやられてへん。天国だ。おそらく、こっちの人とイノシシで、相打ちになったのだろう。おお、ランクが3の装備や。すんばらしい。幸い脱出地点は近いから、あの作戦を使う。うへへ、たくさんの収穫物だぜ。おお、めちゃくちゃたくさんある。枕は見つからなかったけど、いい探索であった。私、この世界大好き。やっぱり厳禁なやつやった。